こんにちは、トップです。今回はこのゲーム Apex 実況やっていきたいと思います。今回の企画はドドン Apex お店開業ということで、いやーね、本当に最近はもう本当にお店がないよと、この Apex のこの殺伐とした世界に。なんで僕がまあお店を作って皆さんに物資を提供したいなという、もう本当に健全な動画になっております。この動画最後まで見てください、お願いします。ということでやっていきましょう。トリオで、カジュアルの仲間補充はなしでやっていきましょうね。はいはい、まあ一人なんでね、まあ物資はたくさんいるんでローバさんにしておきましょう。いや、やってきましたと。ではでは、ここはオリンポスですね。まあオリンポスのどこに店を開業しようかという悩んでおりますと。まあとりあえず第一アンチの様子を見てお店開業する場所決めましょう。はい、まあちょっとね、武器とかワンサか持っといた方が、身のためだと。まあ決して皆さんがね、このお店をね、使ってくれるかというと、うーんっていうところになるんで、一応身を守るための武器は最低限取っておきたいと。ではでは、ボルトとかも取っておきましょう。はい、ではブラックマーケットが溜まったんで、まあとりあえずアンチが決まってるんでね、まあ目立つところに作っていきたいですね。はい。ですが、銃声が聞こえると。まあそこを掃除してから行きたいと思うんですが、ガーガーガー、どうしたらいいのでしょうか。ですがね、アーマーが怖いんで、アーマーちょっと進化させたいっていうこともありえなくもないんですよね。だからまあアーマーを進化させていきたい。そうですね、どこに開業しよう、どこに開業するかが肝心なんですよね。正直、この皆さんにね、多くの人に扱ってほしい、利用してほしい。なんで僕も、まあちょっと、お店を開業するにあたって、まあ並大抵のね、場所ではやりたくないと。いいとこがありそうな気配もあるんですがね、あそこ、いや、あそこら辺はね、なんかお店感がないですよ。なんかね、僕も、まあ、一人の店主としてお店感を出していきたい。お店感を重視にしていきたいんで、ここで無駄な戦闘をするよりかは、もういち早くお店を出す。いや、戦いたくないですよ。戦いたくないですよ。いやいや、分かってほしい。うん、僕はお店を開業したいだけなんだ。お店を開業できたらどんだけいいものなのか、それを皆さんに分かってほしい。さあさあ、無駄な戦闘を避けていきたい。ですがね、そうもコミュニケーションが取れないんで難しいと。何ですかこれ。何ですかこれ。彼は同業者か。ここでいいっすかね、自転車屋さん。自転車屋さんに武器や。うん、悪くないんじゃないかですね。そしてヒートシールドも、これめっちゃ良くないか、お店って感じ。舞台の半分が消えた。そうですね、まだ弾とかも取って、弾じゃんじゃん。あ、待って、これ僕が捨てているのを拾ってるだけじゃないか、気のせいか。絶対そうだよな、お客さんは来るのやら。こんだけあればどうだ、見栄えはよく、決して美しいとは思えないが、入ってきます。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。はい、僕がここのパソコンで、まあ、作業して、おお、お客さん、お客さん、いらっしゃい、いらっしゃい。ああ、ようようよう、今日はどうだ、店の調子はっていう会話をするのが夢なんですよ。なんで僕はここで、まあ、やってる仕事をやっているふりをして、何をしてるんだ、何をしてるんだ。まあね、まだね、来るかもしれないんで、まあここで店をしまうのはそれはね、ダメだよと。なんで僕も一人の店主として最後まで家っていうか、あの店を全うしたい、仕事を全うしたい。ん？ん？まあまだね、まだ分かんないんでね。
もうこんないっぱいシナモンがあって客が来ないというのは一番悲しくないか。客が来ませんでした。まあ店じまいをして、まあ僕は本業の、やりますか本業を。残り45秒。まあ皆さんもうが少来したていくれ状ない況なでら、いいかどうか。力で客を呼ぶしかない。来ないと知らないぞと。いやでも、待てよ。これワンチャンもう1店舗構えられないか。第2号店。2号店いけないか。2号店いけるよな。2号店開演だ。やばいやばいやばい。無駄な戦闘したくない。無駄な戦闘はしたくないので、あれば、どこがいいだろう。あそこの家とかどうですかこっね。ちに何あかそこ逃げ家あっ道たよがな。ありそう。あそこの家とかめっちゃもう店っていう感じなんだが。なんでまあ、お客さんなんでね、お客さんを傷つけるっていう行為は良くないんで、やばいやばい。やばい、彼らは話が分かる相手レではプない。リケーター接近中。ジャンプドライブ設置完了。次回は2号店でお会いしましょう。